こんにちは、柴田です。今回は滝川一郎さんのモデルをレビューです。こちらはフェルナンデスの TE85C 滝川一郎モデル。一郎さんのモデルとして結構ね、印象の強いギターではあるんですけれども、実はご本人の使用期間はですね、非常に短いんですよね。初期デランジェの89年とか90年、この辺りに使用をされておりまして、その前はねレスポールがメインで、その後ねフェルナンデスの TE 使ってるんですけれども、このモデル自体は89年頃から解散の90年まで、ボディはですね M を使っていたので、その後使用されてなかったんですけれども、なんと98年ですかね、クレイズ・オガッチがボーカルの時にツアーで登場してきたんですよ。久しぶりに愛する心で使用されておりました。そのツアーはですね、実際に僕も生で見に行ってるんですけれども、愛する心でこちらが突然登場してきてですね、沸きましたよ。もともと滝川一郎さんはレスポール愛用者だったんですけれども、ボーイがドーンと出てきた時に、デランジェ自体はですねメタル系のバンドだったんですけど、今後はビートロックだというところでマーシャルを売りに行って、アンプを JC に変えてレスポールから TE テレキャスに持ち替えたと。まあ、その影響でジュリマリの拓也さんもですね、似たような感じの TE モデルを使用しておりました。このギターのスペックなんですけれども、ホワイトアッシュ1000ですね。木目がね綺麗なんで、シースルーの紫パープルみたいな感じになっております。でネックはメイプル。一郎さんはですねローズシバンがねなんかあんまりしっくりこないというところで、テレキャスに関してはメイプルで、これ以降のモデルでレスポールタイプはエボニーを使用しているという風な感じです。でピックアップはフェルナンデスの FGI テクノロジーが乗っかってるんですけれども、ご本人はね EMG に変えております。でボリュームにピックアップセレクター、ちっちゃいピックアップセレクターですね、3way、非常にシンプルな感じです。これね結構重いんですよ、4キロ超えでございます。まあ、この重量感とねネックの方だ、ネックはねすごくしっかりしてるんですよ。ペグはね5等なんでしっかりしてます。結構大きめ。うん。ではクリーンからいきます。いや、裏切らないっすね。
やすい、ボリュームもいい感じで落ちてくれるんで、幅広いジャンルでいけるんじゃないかなという風なギターでございました。やっぱいいっすね、80年代後半から90年代のフェルナンデス、やっぱね視点がしっかりしてるんですよね。芯があるというか格があるというか体感が強い感じのギター。90年代のフェルナンデス探すのであればその辺をね、こう体感がこう締まってるギターを探すっていうのがいいかもしれないですね。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。